はい、こんにちは、ササイアンです。本日もニュースをつっついていきましょう。いやー、今日はビッグニュースが飛び込んできましたよ。あの三浦瑠麗氏が過去のテレビ番組において自ら太陽光発電の事業者だとそう語った過去が掘り返されてしまい、現在大炎上しております。ついに正体バレちゃいましたかってことで、その完璧なまでのデジタルタトゥーを皆さんにお見せしながらこの話解説していくのと、後半は朝日新聞の社内が想像以上にやばくなってまして、もう毎日のように肩叩きのメールが届き、社員が戦々恐々萎縮するような劣悪な職場環境だって話をお伝えしようと思います。僕の喋りを聞いてみるつけとか、いいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずはミラルリアウトなわないからアグラより見出しがですね、三浦瑠麗氏は成長戦略会議に事業者として要望を出していた。これはアグラ代表池田信夫さんの話なんですけどもね、抜粋して読んでいきましょう。三浦瑠麗氏は夫の再エネファンドトライベイキャピタルが家宅捜索を受けてから1週間、毎日ツイッターのトレンドトップを独走しているが、今日になって夫が業務上横領の容疑で捜査を受けていることが分かった。あれ、投資詐欺の容疑かと思ったら容疑が変わったのか、それとも追加されたのか。確かに今日のニュースを見ると業務上横領と報じております。で、三浦氏は夫の会社経営に関与しておらず一切知れないというコメントを出していたが、これは本当だろうか。私が最初におかしいと思ったのは2018年3月の朝まで生テレビだった。番組テーマは再エネの可能性と課題。城南信金の吉原理事長がメガソーラーの発電単価は原発よりも安いというので、私がそれならフィットで20円で買い取ってもらわなくても補助金なしで自由競争すればいい、原発は価格競争で淘汰されると突っ込んだ。そこに口を出したのが三浦氏である。彼女は今の議論がなんでここが不毛なのかというと、原発反原発で争って太陽光を話し合ってるからです。うちは事業者ですから現場を見てるので、いくらかかるのかも何にかかるのかも分かってるんですよと言った。この時私は言葉と重なったので気づかなかったが、彼女は事業者なので現場を見てると言ってる。はいはい、ストップストップです。この発言部分 VTR ございますね。ちょっとそちらを見てみましょうか。ドンで淘汰されるじゃないですか。今の議論がなんでここが不毛になるかっていうと、原発反原発で争って太陽光を話し合ってるからですよ。じゃあうちは事業者ですから、その現場を見てるのでいくらかかるかも何にかかってるかも分かってるんですよ。うわちゃー、三浦瑠麗さんやっちまったな。完全に黒確定です。完全にアウトです。こうもはっきりおっしゃるともうダメかもしれないね。ただただ残念な人ですよ。で、またちょっと池田さんの話に戻りまして、うちというのはトライベイ以外に考えられないので、彼女は経営に関与していたわけだ。現場を見ているというので価格交渉などにも関わっていたのではないか。私は太陽光がそんなに安いならフィットはやめるべきだという制度の話をしているのに、三浦氏はサウジアラビアがどうだとか無関係な話で時間を埋めて太陽光に競争力があるのはファクトだと主張する。これは反論になっていない。この辺は国際政治学者のプライドなのか、あまり知らない海外の事例を出してね、煙に巻いたつもりなのかもしれませんよねと。で、国際政治学者がにわかに専門分野でもない再エネについて断定的な話をするようになったのは変だなと思って調べてみたら、夫が再エネファンドを立ち上げていたのだ。三浦氏は菅内閣の成長戦略会議の委員になり、太陽光業界の要求を列挙した。特に注目されるのは、一定まで開発が進んだ案件に対する改正フィット法施行に伴う認定執行に対する猶予措置など、違法な太陽光発電設備にペナルティ緩和を求めたことだ。2020年度に運転開始したメガソーラーのうち 58% が2014年までに申請した32円。パーキロワットアワー以上の案件だが、今は原価が10円くらいに下がっているので20年にわたって莫大な利益を得ることができる。うわー、これ完全にやらかしてますわ。この話は太陽光発電に救う悪徳業者に直結しますが、話が長くなるので説明は後ほどに一旦記事に戻りますと。こういう休眠案件が転売されているので認定を取り消し、買取価格を下げるのが改正フィット法だが、三浦氏はその認定執行を猶予しろというのだ。これは執行物件を抱えたトライベイに対する利益誘導ではないか。深刻なのは、これが成長戦略会議という政府機関に提出された資料だということだ。有識者会議の委員はみなし公務員なので、これは収賄罪に問われる可能性もある。少なくとも有識者会議の委員としては利益相反は明らかだ。彼女を任命した内閣官房は事業者であることを知らず任命したのか、あるいは承知の上で再エネ業者の要望を通そうとしたのか、これは任命した菅内閣の責任も問われる。おしまい。ということで、
これひょっとすると菅さんまではいかなくてもですね、太陽光発電で100歩言ってた議員たちいっぱいいらっしゃるでしょ。ご飯が進むくんだとかね、金太郎飴さんだとかさ、なんかその辺の政治家まで捜査のメスが入るかもよ。特にですね、三浦瑠麗の事務所に出入りしていた自民党議員ってね、いっぱいいらっしゃるそうなんで、出入りしてた議員はマジで今震えて眠れってことですよ。で、期日にちょっと難しい話出ていましたよね。三浦瑠麗が太陽光発電事業者のペナルティー管を成長戦略会議で要求したってありましたけども、これをもうちょっと簡単に説明しますと、太陽光発電をやりますってね、届け出た事業者がいつまで経っても発電所を作らない、工事計画すら出してこない、だからそんなふざけた業者は認定を取り消そうっていうのがフィット法の改正の中身でして、でそれを三浦瑠麗がちょっと待ってこーって言い出してきて、そんなことをしたらば地元住民を説得してる最中の事業者がどんどん倒れてしまう、だから認定取り消しは先延ばししてくださいって、そういう風に提言したんです。でこの話を単品で聞くと確かにそうだってなるんですが、実はこれ悪徳業者の言い訳でございまして、池田氏が指摘したように、昔の高い買取価格を維持しつつ、年を追うごとに太陽光発電システムはどんどん安くなっていくでしょ。2014年ね、例えば2014年当時のシステムと、それから2020年に作られたシステムではかなりコスト差が出てくるので、認定だけを取得して発電所建設を遅らせれば遅らせるほど初期投資コストがどんどん下がっていって、結果的に利幅が大きく取れると。ですから金の亡者みたいなやつほど認定後しばらく寝かしたいんですよね。これは法の抜け穴を利用した悪徳商法みたいなもんで、だから法改正しようって話なんです。でですよ、旦那が太陽光発電ファンドをやってるのに、あんたはこれを提案するのかっていうね、そういう話なんですよね。もう言葉が見つからないぐらいザ・利益相反をやってのけてる三浦瑠麗ってやつはですね。で先ほどの通り朝生の討論で、うちは事業者なので現場を見てると言っちゃってるわけでしょ。もうどっからどう見ても経営関与してんじゃないの。いやもう関与ってレベルじゃないよね。状況的には夫と二人三脚でやってる。三浦瑠麗さん、再三しつこくて申し訳ないけども、あんた完全にアウトです。これを聞いたトトロの姉妹が、真っ黒クロスケ出ておいで、出ないと三浦を突っつくぞって言ったとかやないとか。いや言ってないと思いますが、マジで三浦瑠麗のあの黒髪ね、ふわってやってれば真っ黒クロスケがわさわさと出てくるかもしれません。もうそんくらい真っ黒ですよ。もうなんでみんなこうなっちゃうのかしら。権力の通称に行くと人はみんなおかしくなるんでしょうかね。もうふーってため息しか出ませんよ。さてお次の話題は、黒は黒でもこっちの方は社内の空気が闇に落ちるほど暗くて真っ黒になっちゃってるっていう話を、再造より。見出しがですね、週刊朝日休刊に、朝日新聞社員は何を思う、社内に明るい話題はほとんどないということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。週刊朝日は新聞社系週刊誌の草分けで、戦後ぐんぐんと部数を伸ばし、ピーク時には発行部数が100万部を大きく上回った時期も、新聞配達網を生かし宅配が売り上げの多くを占め、大きな影響力を誇りましたが、良くも悪くもセンセーショナルな出版社系週刊誌に徐々に押されるようになり、部数はじわじわと減少。最新の発行部数は7万部程度だったということは、実売は5万部以下で、休刊は時間の問題でした。ちょっとどうでもいいけど、なんでみんな休刊って呼ぶんでしょうか。一旦やめるけども、後にウェブだとかね、オンラインで復活の可能性があるっていうなら、まあ休刊でもいいでしょうけども、どう見ても週刊朝日の読者層から見てですね、そういった復活はないですよね。であれば休刊じゃなくて廃刊でしょ。そういう変なところで格好つけるから、この業界は終わってんだよと。でいくら時代が違うとはいえ、売上が全盛期の数パーセントとなっては休刊も致し方ない。朝日新聞も部数減は顕著で、10年で部数が半減、ここ1年で 15% も部数が減っており、新聞社のビジネスモデルの再構築は待ってなしだ。そんな状況では完全にお荷物だった週刊誌の休刊は当然の策だった。週刊詐欺って今書店にそもそも置いてあるんですかね。さっき伝えように行ってきましたけども、なかったような気がするな。なんかね、古い病院の待合室で週刊詐欺を見たね、そんな記憶だけが僕の脳裏に残ってますけども。で、ここ数年社内に明るい話題はほとんどなく、飛び交うのは部数減や早期退職の話ばかり。昨年も早期退職募集をやって、毎日のように退職呼びかけのメールが来て何それ、本当にうんざりでした。一件に一つあった総局を数件で統合したり、その下にある支局を閉鎖したり、記者の数をどんどん減らしていますが、追うべきニュースが減ったわけではないので、記者一人当たりの業務は大幅に増えています。それは大変ですわな。でもそういう時のために組合組織があるんじゃないの。朝日の労働組合は一体何をやってるんでしょうか。国葬反対なんてデモをやってる暇があったら、ちった社員のために働けばいいのに、もうわけわかめってありますよと。で、週刊誌は社内では
完全に暴流ではばかることもなく、まだあったんだなどという社員もいました。週刊朝日は去年100周年だったので、そこまではやらせようという感じだったのは明らかですよね。とは朝日新聞の記者。なんか朝日新聞の上層部にも今風でいうところね、切り板ゲットみたいなものがあったんでしょうかね。ちょっと笑っちゃいますけれども、朝日にはもう一冊アイラという週刊誌もあり、1988年創刊と歴史が浅いのはそちら。週刊朝日とアイラを合併して新しい雑誌を作るという話もあったようですが、アイラの売り上げも週刊朝日と似たようなもんで、その話は立ち消えとなりました。アイラが残った理由は、アイラの方が読者が若く、ウェブのアイラドットがうまくいってるので、その影響もあるようです。いやー、なるほどね。アイラの編集部にとっては、売れる見込みのないね、週刊朝日と合併だなんて、一緒に泥船漕ぐようなもんっていう風に映ったのかもしれません。お荷物状態も納得ですよ。ちなみにですけれども、アイラドットってそんなにうまくいってんのと思いまして、先ほどですね、アイラドットの媒体資料、いわゆるね、広告代理店向けの説明資料をちょっと拝見したんですが、ウェブサイトのアイラドット月間4600万 PV。この数字が本当ならば結構良いかと思いますけども、でも大体こういう数字ってね、持ってることがほとんどなんでね、ペン先ペロペロ舐めてね、持ってることがほとんどなので、話半分で聞いときますけどもと。で、社内では、週刊朝日の参上は知られていましたが、休刊になるならサンデー毎日の方が先だと見られていました。発行部数は週刊朝日よりも少ないからです。ですから、休刊が発表された時は、皆口々にサンデー毎日よりも先なんて、とこぼしていました。サンデー毎日は受験情報が充実しており、固定読者がいるのが罪だったのでしょう。おしまい。ということで、最後の下りの他社分析も本当かなって笑っちゃいます。朝日の社員曰く、サンデー毎日は受験情報が充実してるので強いだってさ。でもそのサンデー毎日を現役の受験生が見てるとは思えませんし、その親御さんも見てるとは思えません。学校学部のね、その比較データであれば、今時ウェブにも載ってるし、塾が発表してるデータだとかね、全国模試でもデータ拾えちゃう時代ですから、サンデー毎日が受験情報を提供してそれを喜んでるっていう読者ニーズ分かりませんけども、本当に有益なコンテンツなのか、もうね、首が折れるほど首をかしげざるを得ませんですと。たまにこういう人いるんですよね。すげえ知ってそうで、実は何を根拠に言ってるのかわけわかんない人ね。マーケティング業界にもいっぱいいらっしゃいますけども、なんて言うんでしょうかね、自己分析もできない人って例外なく他社も分析できないのでね。多分だから朝日新聞でもそういうね、変な社員ね、へんてこな社員しか残っていないんだと思います。なんか旗から見ていてかわいそすぎます。あと毎日のようにね、この退職を呼びかけるメールが届くってね、もうメール開いただけで鬱になっちゃいそうなぐらいね、もうどんだけやばい職場なんだと思います。それじゃあ社員も萎縮するだろうなと思いますが、ただね、朝日新聞に同情の余地って僕的には1ミリも残ってなくて、だってこの会社の社員はね、かれこれもう10年くらい経ちますでしょうかね、10年くらい前の話ですよ。日本の国民を思いっきり見下していましたんでね、ちょっとその当時の写真をご覧ください。ドンほら朝日新聞の社員たちがにやけ面で写ってるでしょ。築地本社ビルの真下にいるのは慰安婦捏造報道に対する抗議デモの方々です。それをビルの窓からニタニタと大層余裕ぶっこいて見下しております。ほらこっちもこんな感じで OL さんが歯をむき出して笑っております。抗議の声を真摯に受けず笑い飛ばすような感覚が凋落のスピードを早めたといっても敬語の敵ではないから違った過言ではないでしょう。いやーマジで信じられない。そんな不遜な態度を取り続ける右肩下がりの朝日新聞には今別の異変が起きてるそうでございまして、なんでもここ近年東大生の新入社員がゼロだったらしくてですね、100億を溶かした男、大王製紙前会長の井川元隆氏はツイッターで、朝日新聞の新卒採用2年連続東大卒いないと聞いた、東大生も Z 世代になって少しは賢くなったようだとですね、シュールな話をつぶやいております。まあそりゃそうだよね。今新聞メディアに就職するなんて将来棒に振るようなもんじゃないですか。それでも新聞社に就職したいっていうのはもはや変態に領域に近いですし、記者とかジャーナリスト志望であればもういっそのこと最初からね、オウンドメディア自分で立ち上げた方が話早いと思います。だってネットだったらもうただ同然で情報発信できますからね。ほんとセンスが勝負の世界なんで、ウェブでも YouTube でもね、何でもやればいいんですよ。新聞社に入って変なコンプラ意識を植え付けられるはよっぽどいいと思いますよ。フリーで動いた方がね。ちょっと考えれば、だから今新聞社に入社するのはオワコンだってわかるんでね。だから多分よほど何か思い入れがある人じゃないのかなっていうふうに思います。もし今朝日新聞に入社したいって既得な人がいらっしゃいましたらね、宅建とかそっちの資格を先に取って、後々朝日新聞不動産に配置がされても生きていけるような体制で入社することをお勧めします。ということで、今日も話が長くなりましたので、これくらいにして最後はほっこりなるかけで締めたいと思います。朝日新聞ビル内の食堂と書きまして人員削減と解きます。その心は社員リストラン
そういえば今日朝起きたら水道が凍ってましてね、リアルに水が今出ないんですよね。だから自宅どうなっちゃってるのかって心配でね、まだ帰ってないんでわからないんですよ。だから下手すると今日お風呂入れなくなっちゃうかもっていうことね。だからこれからちょっとね、塾長に電話してね、一泊止めさせてくれってね。いや多分無理だろうから素直に銭湯でも入ってこようと思ってますけれども、本日も面白かったためになっていた方ですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。